こうやっぱりゲーム音楽っていうことで、はい、プレイに邪魔にならないっていうのもやっぱり大事、ね、そうなんですよね。だからなんかメロディーが口ずさめることが全てではなかったりするんですよね、うん、やっぱりこう裏方に弾かなきゃいけない時もあるし、それはもう本当にケースバイケースなんですけど、でもあのこう隙を見てやっぱりこう両手をこぶし込んでいくじゃないですけどそういう姿勢は必要なのかなと。あ、じゃあそれはやっぱりあここはちょっとメロディー弱めた方があえていいんじゃないかっていうのもやっぱり、はい、もちろんあります、うん、やっぱりそのゲームを楽しんでいただくことが第一条件なので、はい、あの音楽が目立つことがやっぱり一番重要ではないわけなんですよね。だからあのそれはまあ、絶対に守らなければいけなくて、音楽が出しゃばることは許されないんですけど、でもやっぱりここは音楽が出しゃばってほしいよねみたいな、うん、そのユーザー心理としてそれは絶対あるんで、そこでどれだけ出しゃばれるか、あのそのユーザーの印象に残れる音楽を作れるかが多分肝だと思っていて、そこはあのもう好きあらば狙ってるって感じです、うん、なるほど。音楽作られる時っていうのは机に向かわれるタイプなのか、はい、日常ふとした瞬間なのかっていうのは僕はあの鍵盤がないと作曲ができないタイプなん で、はい、で基本あの机に向かってるんですけど、はい、あの割と YouTube とか見ながら仕事とかしててというのも、やっぱりこう向き合わなきゃいけないんですよね、はい、でこうやるんですけどいいものなんか出てこないんですよ、はい、でいいものが出てこないとやっぱくじけそうになるんで、はい、机からなんか離れたくなるんですよね、はい、現実から逃げたくなるんだけど、でもそこでどれだけその机に自分を縛り付けられるかが肝で、なのでそれのちょっとなんか人参としてなんか YouTube とか自分の好きな番組をこうつけていくことによって、とりあえずパソコンの前にはいるみたいな状態を作るわけです、はいはい、でそれでなんとなく自分がちょっとテンションが上がった時にこうやってこう作って、力入れたものだと30分分ぐらいのピアノのスケッチがギュッとこう溜まってくるんですね、はい、で一番いいものをアレンジに進めるみたいな。たくさんの曲作られるアイデアといいますか、こうインプットみたいなのはどのようなこと、はい、なんかあの曲作りで大事なのって本当になんかそのなんていうんですかね、こう、まあ、鍵盤に向かう時間も大事なんですけど、アイデア本当に大事で、このジャンルとこのジャンル合わせたらなんか面白そうだなみたいなこととかって、なんかそのアイデアがこうバチッと決まるとめちゃめちゃそのなんていうんですかね、自分でもびっくりするぐらいすぐ曲ができちゃったりとかするんですね、はい、なのでそのなんかその面白い組み合わせみたいなものはなんかまあ音楽に限らず、なんか他の芸術とか、まあ、スポーツとか、まあ、そのテレビの演出とかでもそうですし、まあ、それこそまあなんか今、一般の人たちがその楽しんでる娯楽で、それでゲーム配信もそうだと思うんですけど、ゲームのやっぱ配信者って今人気ですよね、はい、それでみんなが見てるってことはそこになんか面白い要素が転がってるってことなん でそれはやっぱりなんかウォッチをして、で自分自身もそれ見てるの楽しいし、そういうところからなんかアイデアみたいなのをこう引っ張ってきて、その自分の、まあ、次じゃあこういう音楽をこういうゲームと組み合わせてみようみたいなのはなんとなく思ってます。これからやってみたいこと、新たに挑戦してみたいことみたいなのはありますでしょうか。まあ、やっぱりその自分が影響を受けてきたゲーム音楽をこれからもどん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 アップデートして、はい、その世界中の人にゲーム音楽をこう届けて、まあ、やっぱりその自分が子どもの頃に影響を受けた音楽なんで、それをこう自分なり その自分 その世代としてなんかあの、まあ、その後世にまた残していけるよう なんかアップデートの仕方みたいなのをなんか常に模索してなんかあの追求していけたらいいなと思ってますけど、はあ、このセムトーク何度も僕やらせてもらってますけど、はい、多分メロディーラインのお話のあたりで僕、はい、歴代で一番大きい声出したと思いますんで、よかった、本当にありがとうございます。あの一ゲームユーザーとして楽しみにしておりますので、これからも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。